サイバーエージェントサイゲームス株式会社サイゲームスは、サイバーエージェントグループのモバイル向けゲームアプリ及び、家庭用ゲームソフト開発事業を主とする企業である。サイバーエージェントの連結子会社であり、また DNA の持ち分法適用関連会社に該当する。設立当初より、ほぼ一貫して DNA の SNS、モバゲーム向けにアプリを供給している。 特に、神劇のバハムート、アイドルマスターシンデレラガールズ、グランブルーファンタジーの3作品は、同サイトのゲームランキングでも、上位をキープしている。近年は、自社オリジナルタイトルを中心とした、スマートフォン向けアプリを開発するほか、プレイステーション四4向けタイトルも開発している。近年は、TCG プロゲーマーへのスポンサードやアニメ制作、ウェブコミック事業参入など、 コンピュータゲームの周辺文化への投資も拡大しつつある。企業スローガンは最高のコンテンツを作る会社。この他にミニゲーム専門レーベルとして諸ツ区がある。現在までに発表されている作品はほぼ深夜枠での放送を前提としたテレビシリーズである。2017年現在、神劇のバハムートジェネシスと 神劇のバハムートバージンソウルは一社提供。なお、放送される t v アニメの多くが、各ネット局の他佐賀テレビで放送されている。以下は、サイバーエージェントとの共同出資による投資組合、CA サイゲームスアニメファンドによる制作出資案件を記載する。現在の提供番組過去の提供番組過去の特別番組2014年に、 金の地図複引きにて表示されている画像に対して実際に入手できる確率が非常に低いことから不当表示と有料誤認を理由に Google Play プレイと App Store に返金を求め受理されている2015年末におけるソーシャルゲーム全体を巻き込んだガチャ騒動によってアイテム単位での出現率表記上限値の設定を行ったありがとうございます